ハロウィンを迎えてすっかり秋が深まってきました。空と雲が本当に綺麗な季節を感じています。今回の動画では、澄み渡った秋空のもと、りんちゃんという猫の姿と、深い言葉をご紹介させていただきます。天赦日とは、天が許す日とされています。せめてこの日ぐらいは。自分を許してあげましょう。この言葉を聞いた時、他人を許すではなく自分を許すってどういうことだろうと私は思いました。りんちゃんの飼い主のアマさんから教えていただいたお話です。アマさんの師匠の構想からの教えで、一番苦しく難しい修行、それは他人を許すことですというお話があったそうでございます。確かに許すということは苦しくて難しいことかもしれません。だから他人を許せない自分も許す、せめて天が許してくれる日は、というお話でございました。田舎の道を走っている時に、とても大きな太陽と白い雲、そしてなだらかな山の峰、見事なコントラストが描かれていて美しいなぁと思いましたので、この動画を作ってみました。しばらく空ってあまり見ることなかったんですけども、こうやって自然の中の風景、たまに見てみるのもいいもんじゃないかなと思っておりま